二匹の蛇を撃ち、ヘーラーによって、女にされるヨハン・ハイン・リヒ・ヒュー・スリーの1780年と1785年の間の絵画、死の国のオデュッセウスと予言者テイレシアース、アルベルティーナ肖像。テイレシアースは、ギリシア神話に登場するテバイの予言者である。ラテン語では、ティーレシアース、長望院を省略して、テイレシアス、ティレシアスとも表記される。エウエレスとニュムペの、 カリクローの子、エウエーレースは、スパルトイの一人、ウーダイオスの光栄であるとされる。ソポクレース作、オイディプス王、アンティゴネーなど定番を舞台とした作品に、しばしば登場する。また、フランスの作曲家、フランシス・プーランクのオペラ、ティレジアスの入房でも扱われた。盲目の預言者として知られるが、盲目となった理由は、諸説ある。 一説には、女神アテーナーが沐浴している姿を見てしまい、アテーナーによって、盲目とされたが、これを不憫に思ったアプロディーテーが予言の力を与えたという。また一説には、テーレシアースが、キュレーネー山中で交尾している蛇を撃ったところ、テーレシアースは女性になってしまった。9年間女性として暮らした後、再び交尾している蛇を見つけ、これを撃つと男性に戻った。ある時、 ゼウスとヘーラーが男女の性感の差について、ゼウスは女がより快感が大きい、ヘーラーは男の方が大きいとして言い争いとなり、テーレシアースの意見を求めた。テーレシアースは快感を十倍に分けており、男を一とすれば女はその九倍快感が大きいと答えた。ヘーラーは怒ってテーレシアースの目を見えなくしてしまった。ゼウスはその代償にテーレシアースに 予言の力と長寿を与えたという。またテイレシアースは、死後も、ゼウスより予言の力を保つことを許された。テイレシアースは、予言者となり、様々な場面で出てくる。ナルキッソスを占って、己を知らないままでいれば、長生きできるであろうと予言し、恐ろしい予言は16年後に水鏡に映った、自分を見た時に的中してしまう。そして、最も有名なのが、ソポクレスの、 オイディプス王である、オイディプースが、テイバイの王になって、以来、不作と疫薬病が続いた。クレオンが出るポイに信託を求めたところ、不作と疫薬病は、セムオーラアイオス殺害の汚れのためであるので、殺害者を捕らえ、テイバイから追放せよという信託を得た。さらに、テイバイに住む巧妙な預言者テイレシアースに、その殺害者を尋ねることにした。テイレシアースは、牧戦により、 真実を知ったが、真実を、オイディプースに伝えるのは忍びなく、重い予言を隠そうとした。しかし、オイディプースが、テーレシアースをなじったため、テーレシアースは、怒りに任せ、オイディプースに不作と薬病の原因は、テーバ用その人にあると言った。これを聞いたオイディプスは激怒し、クレオーンが、テーレシアースと共謀して、テーレシアースに、偽の予言をさせているのだと誤解した。しかし、 徐々に自分に心当たりがあることが分かってくる。ありがとうございます。